日本群馬県桐流市、新里町竹井新里町竹井は、群馬県桐流市の町名である。郵便番号は376-0123。桐流市の西部、新里町の南部に位置する。旧新里村竹井にあたり、下鶴ヶ谷、三条小林、のとともに、桐流市第20区に属する。東部は、新里町新川に、南部は、新里町屋に、西部は、 新里町小林に、西北部は新里町三条に、北部は新里町鶴ヶ谷にそれぞれ接する。桐生市役所新里市所の所在地である。高下電気鉄道高下線、群馬県道3号前橋大間間桐生線、群馬県道336号那四季林線が通じている。北部に国の史跡に指定されている武井廃寺等跡がある。 2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。AB、町名別人口、気流市、2017年9月13日閲覧、市外局番の一覧、総務省、2017年5月29日閲覧、寺院の等跡として史跡に指定されたが、 その後の発掘調査により、奈良時代の仮想墓の遺跡であると推定されている。学校区一覧、気流し、2017年9月13日閲覧、ありがとうございます。